ビアチェズラフ・シュポルト・ハバロフスク地方知事、ビクトル・イシャエフ、ドミートリー・メドベージェフ大統領ビクトル・イワノビチ、イシャエフは、ロシアの政治家、経済学者。ロシア極東、ハバロフスク地方知事、極東連邦管区大統領全県代表、同大統領全県代表兼、極東開発大臣を歴任した。ロシア科学アカデミー通信会員、ケメロボシューセルゲーエフ家出身。 1979年のボシビルスク、水運技術大学を卒業する。1988年から1990年まで、ハバロフスク製連所アルミニウム建設の責任者を務める。1991年ハバロフスク地方知事に当選する。2003年ロシア会員選挙に、与党統一ロシアから比例区で立候補するが、落選している。2009年4月30日。 極東連邦管区大統領全権代表に就任した。2012年5月21日、新設された極東開発省の大臣も兼任することになった。2012年7月3日、オリガ・ゴロジェツ副首相と共に、ドミートリー・メドベージェフ首相に同行しくなし離島を訪問した。2013年2月28日から3月1日、東京で行われた日本、 ロシアフォーラムにロシア側代表として参加特別講演を行った。2013年8月31日、プーチン大統領はイシャイフを極東発展省と極東連邦管区大統領全権代表から解任し、公認の全権代表に元天然主元省ユーリ・トルトネフを任命した。解任の理由については2013年8月の アムール州洪水被害に対する隕石人事との味方のほか極東地域開発におけるイシャイフの運営方法が中央と対立したためとの見解もある。2019年3月28日、自身が副社長待遇で働いていた国営石油企業のロスチネフに自身の持つ不動産会社との賃貸契約を不当な価格で結ばせ、ロスネフ地側に 約500万ルーブルの損害を与えたとして詐欺などの容疑で逮捕された。ありがとうございます。